えー、こんにちは。萩原健太郎。お金がないですよね。あの、小田裕二さんっていうのは、小田裕二っていう俳優を超えて、なんかドラマに出るたんびに、その役者そのものになりきるんですよね。まあ、ですんで、レインボーブリッジ閉鎖できませんっていうセリフがありましたけども、踊る大捜査線ですかあれは私見たことないんで役者名わかりませんけども、もうすっかりね、小田裕二というよりも、あの役者名で通ってるのかなと思いますし、 なんか、小田裕二のモノマネっていうよりも、その、なんか、役柄のモノマネっていうのがね、うん、メジャーですよね。で、萩原健太郎っていうのは、なんかね、小田裕二とイコールになるんですよ、私はね。年齢的にも、当時の時代背景的にもそうだったのかもしれませんけど。またですね、昔ね、予備校武器っていうドラマがあって、なんか、その、YouTube でも多分見れるんじゃないかなと思いますけどもあの、受験生の役をやってるんですよね。で、お調子者で、あのモテモテで、女ったらしで、 二浪していて、で、家がね、医者をやってるんですけども、その後取りになるべく、医学部を受けることをなんか、こう、勧められてるんですよね。でも、勉強がすごく苦手で、自分は体を使うことの方が、ノリと体力でね、そういうのが好きなんだけども、医者を継がないといけないっていう親のプライドで結構苦しい思いをするみたいな。まあでもね、やっぱり医者の息子なんで金持ちなんですよ。予備校生なのに、あの、間取りの広いワンルームマンションに住んで、なんかバイク乗り回したりとかね、 あの結構裕福なんですよねで予備校に行ってる授業料を使い込んだりしてもあのお母さんがね親がねあの別の予備校のもう授業料振り込んどいたからみたいな感じで、うん、あのお金バンバン出すんですよ。でしまいにはそのお母さんが再婚相手を連れてくるんだけども、うん、まあその顔ではねあの 自由にすればって言うんだけど、心の中ではやっぱりこう反抗してるみたいなところがあったりとかね。まあその役にもすっぽりハマってたんですよ。ほんでやっぱこう、お他の予備校生の中でもリーダーシップを取っていって、まあなんていうのかな、まあ織田裕二っぽいというか、萩原健太郎っぽいようなね、まさに萩原健太郎が受験生だったらこんな感じなんだろうなみたいなね、あ <laughs> の、ノリと深刻さを持ってるようなやつだったんですけども、まあ一回だけね、なんかいいセリフ言うんですよ。それは最後、最後まで分かってくれない そのお母さんに対して言うんですけどもね、うん「あんた何も分かってないじゃないの」みたいな感じでこう言い合いになった時にもう部屋から出てくるんですよその時に言ったセリフが「あの母さん」って子子供供は大人が思っってているほど子供じゃないんだよって言うんですよねでも「あんた何言ってんの?」っていう風にもう一回詰め寄るんですよそうすると今度はねこんな形で言い返すんですよ。大大人人は子供が思っているほど大人じゃないねとか言って <laughs> 結構それがね当時私まだ受験生だったんですけども受験生リアルタイムで見ていてああかうまいコピーを考えるなぁと思ったんですよ。まあそんなセリフを使う機会はなかったんですけどもなんとなく心残っているのとねあとやっぱりこうなんかこう今回の動画のまとめなんですけども人って自分の思いついた言葉とか概念で喋るんじゃなくてどっかで見て聞いた言葉をねコピーしてなんか使ってるんですよね。<laughs> 全部誰かが考え出したやつをなんか自分の発想じゃないのに自分のことのように使ってるようなねコピーペースト人生なんじゃないかなと思うんですよ。でここ何年かで一番面白いなと思ったのが「それってあなた,あなたの感想ですよね」っていうね「<laughs> それってあなたの感想ですよね」とかってね <laughs> 相当人ばバカにした言葉ですけども「それ言ったら全部が感想じゃないか」みたいなね。 ことがありますよねだからそここにどうううう想像力を使かかってととななんんだだろうなと思うんですよいつもだからそれってあなたの感想ですよねって例えばねあのシチュエーションで私が言われたら「そうなんですよ私の感想です」「プラス世の中の真理です」って言い返すと思うんですよね。<laughs> なんかそんなデータあるんですかとか <laughs> あなたには理解できなくてそのデータがデータであるってこと分かんないでしょうから言いませんとか言って言い返すかもしれないですよね。うん、まあなんかね人の上げ足を取ろうと思ったらいくらでも取れるんでそうじゃなくってあの。 有限実行もしくは無限実行で結果が証明するということでね繰り返していきたいですよね特にビジネスはね。いってらっしゃい。